はい、こんにちは。 FTM ラジオ、りょうです。家の中でダウン着るなよって思ってる？寒いんだよ、この部屋。今ね、12度ぐらいしかないの。だから暖房しろよって思ってるよね。この部屋あまり使ってないからさ、暖房かけるのもお金がもったいないと思ってダウンを着ています。はい。で、この前ね、ツイッターの方で FTM 欲しいパスグッズはなーに？ 1. 鍋シャツ、 2. ギチン、 3. シークレットブーツ、 4. 他コメントくださいっていうのをアンケートしたんだけど、75票入れてくれました。皆さんありがとうございます。で、1位が 60% ギチン。半分以上がね、ギチンが欲しいって。で、2位が鍋シャツね。で、3位がシークレットブーツなんだけど、鍋シャツは 23%。 いや、思った以上にギチンなんだと思って。鍋シャツはみんな持ってんだよね。もう昔さっつっても15年ぐらい前は、鍋シャツさ、1枚1万円ぐらいしたんだよね。で、今昨日見たら2000円以内で売ってんだよ。まあ、どのくらいの良さか分かんないけど、着心地とかいいのか悪いのか分かんないけど、って感じ。もっと鍋シャツみんな欲しいと思った。俺のこの登録してる人はみんなだいたいもう胸オペをしてるっていうことなのかもしれないけどね。まあ、あとギチンはさ、高いんだよね。俺のはそんな高くないけど、ちゃんとしたエピテーゼをフルオーダーするとさ、30-40万かかるんだよね。そうそう。だからみんな欲しいのかな。鍋シャツまだ胸オペしてなくて、鍋シャツじゃなくてギチンっていう人もいんのかな。まあギチンだけあってもしょうがねえからな。もうちょっと鍋シャツの率高いと思ったんだけどな。みんなは何の鍋シャツを着てましたか？俺はね、一番最初はアジアンドラックだったんだけど、アジアンドラック今でもあんのかな多分あると思う。アジアンドラック当時15年ぐらい、当時15年前のアジアンドラックの鍋シャツはメッシュで、かなり、なんつうのかな、見た目が俺は好きじゃないのもあったし、とりあえずきつい。で、俺の胸のサイズって A じゃないんだよ。A ダッシュなんだよ。だから、めちゃめちゃちっちゃかったのよ。寝そべると、まあもうないって感じかな。だから、まだ胸オペの手術行ってない時に、海に行って、で、しようと思って、上半身脱いでね、寝そべっていた時もありましたね。で、なぜかこう、海に入る時は、ラッシュガードを着て入るっていう、ちょっと不思議な、この人、なんで、ね、水の中入る時、着てるんだろうみたいな感じではあったけど、まあそういう変なことするのが俺なんだけどさ。で、そのアジアンドラッグ1万円したかな、当時どうだったかな、まあそのぐらいだったと思うけど。で、その後ね、ファインブルーっていうね、ところでね、鍋シャツを買ったんだけど、生地がね、そこはちょっと暑いんだけど、すごい触り心地が良かったの。やっぱりきついけど、こう苦しくないっていうかね。
まあ厚手だし、でその鍋シャツ1枚でもおかしくない感じ。なんかハミ肉もあんまりなくて、胸オペ前に働いてたところも埋没してメンズライフとして仕事してたから、普通に上半身まあ着替えたりするじゃん。だからシャツになることもあったから、シャツになってもおかしくない感じの鍋シャツだったね、うん、ただでも暑かったね。分厚かったからアジアンドラッグよりはちょっと暑いなとは思ったけど、それを2枚ぐらい持ってて着回してたかな。これは確か1万円ちょっとしたかな。15年前だよ。で昨日ファインブルー見たら、まだファインブルーあったから、これからも若い子たちそういういいね、素材の鍋シャツとかも求めてくるからね。大人になれば1万円ぐらいの鍋シャツは着れるけど、手術前とかさ、お金ないじゃんね。まあだから今はいろんな鍋シャツもあるし、ましてはメルカリとかさ、そういうところでも簡単に買えちゃうからね、いい時代になったと思いました。よかったらね、たまに俺ツイッターでいろんなアンケートとかねやるので、俺のねツイッターも見てもらえれば嬉しいかなと思います。ではでは、今日はこの辺で、バイバーイ。